今週の輝きさん。今週の輝きさんは、軽快な音楽で地域の人々に元気を届ける山本あずみさん。そしてリポーターは、おはようございます、大久保智之です。今日は神戸市にある新長田本町筋商店街近くのとあるビルに来ております。今日の輝きさんはですね、こちらのお部屋にいらっしゃるということなんで、行きましょうか。おはようございます。あの、すいません、すいません、皆さん、あの、おはようございます。あの、山本あずみさんはどちらにいらっしゃいます？あ、山本さんですか？はい、おはようございます。おはようございます。あの、皆さんはどういった集まりなんですか？はい、私たちはあのスティールオーケストラのファンタスティックスと言います。このスティールパンだけで作られたオーケストラのことです。スティールパン？はい、ドラム缶からできた楽器です。初めて見ました、この楽器。僕でしょ、関西でこんだけ揃ってるのはうちぐらいです。ちょっとあの叩かせていただいてよろしいでしょうか？もちろんいいですよ。いいですか？はい。ということで、大久保さん、スティールパンの演奏に初挑戦です。こんなボコボコしてるんですか？これ、わかります？いや、ドレミ…え？いや、ドレミないんですか？え？ドレミはあるけど、並んでないんです。え？まず、左手でここを、右手で1個飛ばして右行ってください。1個飛ばして、うわ、で、胴叩いた1個左です。これファ、うん、えで、右手で胴の右を一個飛ばして右。もう無理です。ちょっとこれで、すいません、一曲やってみます。一曲いきなり、はい。これはなかなか難しそう。でも、やると言ったからには頑張って。山本さんの真似をしてしばらく練習すると、で、中、外、中。ただこれ自分で覚えてたらちょっと、はい、もう一回3、4、ソ、ド、シ、ド、で、なか、で、ら、ドシラシド、ヒドシ。あー、いけた。すごい、じゃ才能ありますね。あ、これは楽しい。あ、ほら、すぐできる。これすぐできますよ、皆さん。聞いたことない音色がすごく心地いいです。不思議、うん、これがスティールパンの最大の魅力かもしれませんね。ここはアスタ新長田スティールパン振興会。仕事が終わった平日の夜や休日に、バンドマスターの山本さんをはじめおよそ20人のメンバーが集まって練習しています。だいたい年齢何歳ぐらいから？17歳から。上は内緒です。内緒まで。日頃はどのような活動をされているんですか？そうですね、私たち年に2回自主コンサートをしております。あとは慰問コンサートの活動をしたり、その他一番多いのはやっぱり地域のイベントごとに出演するっていうことが多いですね。なんかお聞きしたところね、はい、なんかいい成績を収めたって聞いて。あ、なんかね、ちょっと1位を取ったんです。1位？はい。去年12月に南アフリカで開催されたバーチャル国際マリンバ&スティールパンフェスティバル。コロナ禍の影響で演奏動画をオンライン審査する大会となり、12人以上の編成で演奏する部門にエントリーし、見事1位に輝きました。失礼しました。すみません、すごいじゃないですか。世界1位がいてます。すごい。ほんで、なんでね、はい、またその新長田でこのオーケストラの活動をされているんですか？うん、あのうちの父が設立について携わっているので。ということで、直接お話を聞くため、安住さんの案内で新長田本町筋商店街へ。こちらがお父様のお店、はい、金物屋さん。金物屋です。へ、はい、どうぞ。いいですか、失礼します、はい、あ、すいません、お父様ですか？そうです、私があのスティールパンを立ち上げた張本人なんです。何年に結成されたんですか？これは2001年、
阪神淡路大震災から5年経って神戸市が復興記念事業というのをやりまして、神戸がこんなに元気になったということをアピールしようやないかというイベントだったんです。僕らこの商店街の人が企画委員になって音楽イベントの考えていたところにこの筋盤井野に出会って、なんかポーンポーンというような心を癒されるような音色がしたもんで、これは震災復興のアピールにはもってこいやと。さらにスティールパンという楽器の歴史を知り、その思いを強くしたそうです。カリブ海の小さな島国のトリニダード・エンド・トバゴいう、そこでこしらえられた楽器らしいんです。20世紀の初めに作られた、黒人の文化の楽器を鳴らしたりすることは禁止されてた中で、いろいろ創意工夫があって、石油産出国でドラム缶があったっていうこともあって、それをこう改良重ねてああいう形になったっていうのを聞いてます。あ、これはいいなというふうに思われたと。今日からこう立ち上がる歴史がありました。そのもうモテコリやと。ということは、まあ当初の代表はお父さんで、はい、その意思を受け継いだ安住さんがファンタスティックスを世界一に導いたっていうことなんですもんね。ちょっともうやりすぎるぐらいはやったんじゃなかったっておっしゃってますけど、ね、ちょっとのめり込みすぎてね、良くないかもしれませんが。さて、再びアスタ新永田スティールパン振興会に戻ってきました。せっかくなんでね、皆さんに一曲演奏していただきたいと思います。メンバーの方にとって山本さんってどんな存在なんでしょうか。リスペクトです。あ、みんなをまとめる力とか、すごい人です。すごい人。練習にも付き合ってくれるし、分からないことを聞いたら教えてくれるし、やっぱりそういうカバー力っていうのはすごいなと思ってます。この方、実はプロのスティールパン奏者。ここで教室を開いているそうです。このスティールパンを取りまとめるのって本当に大変なことなんですけど、それをパワフルになんだけど自然体で人をまとめてここまでやってきてるっていうふうに僕は見てますけどね。今現在ってどんなお気持ちで活動されてるんですか。はい、最初と同じで、新永田の町はこうスティールパンする人がたくさん来てくれるような、スルパンするなら新永田にっていうような、もっと広めたいなっていう思いが。レッスンもされているっていうことなんです。そうですね、スクール運営、うん、そうですね。今何人ぐらいの方来られてるんですか。今60人ぐらいですかね。やはりコロナの影響で大変じゃないですか。コロナね、本番がもう全くゼロ。今後なんですが、はい、ファンタスティックスは地域にとってどんな存在になっていきたいというのはありますか。そうですね、新永田で何かするって言ったら、まあファンタスティックス呼ぶよねみたいなね、グループに、ね、なって、あとはまあ皆さんのなんか元気のなんか源みたいなものになれば嬉しいなと思います。演奏している時の山本さん、生き生きしてましたね。ファンタスティックスを世界一に導き、スティールパンの音色で地域を元気にという思いで活動されている山本安住さん、確かに輝いていました。